中京大学村上佳菜子さん。新シーズンの開幕、ドリームオンアイス2014、村上佳菜子選手の演技が始まりました。今日の解説は昨シーズンをもって現役を引退された鈴木明子さんと織田信成さんです。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。選手、ソチオリンピックでは12位、そこで味わった悔しさを晴らすための戦いが今始まりました。鈴木さん、ソチを戦った、一緒に戦った仲間として、この演技、この表情、どうご覧になっていますか？とてもいい表情で滑っているのが印象的で、あと動きの一つ一つにこう彼女の意志が見えるような、そんな美しさと、あと彼女の良さがとても見えますね。織田さんは村上選手、オリンピックを経て感じる変化っていうものはありますか？はい、この新しいプログラムを見ても本当に伸び伸びと滑っているなという印象なので、またどこか自分の中で大きな変化というか、また上を目指して頑張ろうっていう、そういう強い気持ちが伝わってきます。選手の新しいエキシビションナンバー、オペラ座の怪人をご覧いただきましたが、オペラ座の怪人のクリスティーヌと言いますと、昨シーズンの鈴木さんの演技も印象的です。昨シーズンのクリスティーヌから見て、村上選手のこの演技、どうご覧になりましたか？村上選手、すごくオペラ座が大好きということで、多分よく見てそれを感じ取って、自分なりのこうクリスティーヌを演じているなというふうに感じました。この表情もぐっと大人っぽくなりましたよね。はい、そしてこの白い衣装もとっても素敵ですね。そうですね。織田さんは村上選手のこの演技、どうご覧になりましたか？いや、本当にいい表情をして滑っているので、これから厳しい戦いにはなると思うんですけど、新しいエースを目指して頑張ってほしいですね。はい、期待したいと思います。さあ、続いては日本が誇る金メダリストの登場です。